次亜塩素酸試験紙で有効塩素濃度を調べていきます。順番に pH を測っていきます。まずはこちら 4.88、 5.8 ぐらいですね。さて、いよいよ次亜塩素酸試験紙の出番です。いきます。こんにちは、こんばんは、吉岡秀樹です。次亜塩素酸ナトリウム製剤のピューラックスと炭酸水ウィルキンソンを混ぜて炭酸次亜水と言われる次亜塩素酸水的なものを以前に作りました。こういう炭酸水って安いようで意外と高いんですよね。別に高くないやんって思うかもしれませんけど、除菌効果だとか消毒効果を期待して炭酸次亜水っていうのを使おうと思ってるんであれば、じゃんじゃんドバドバジャブジャブ使わないと思ったような効果が得られない可能性もあるんですね。こういった 70% の消毒用アルコールと全く同じ使い方で同じ効果を出すっていうのはちょっと難しいと思うんですよね。なんせそもそも濃度が全然違いますからね。このことは以前お話しているので、そちらの動画を参考にしてください。じゃんじゃん使うってなると1リットルで100円もかかんないとしてもチリツモで結構気になっちゃいますよね。ということで、一番コストもかかっている炭酸水の量を減らすことでコストパフォーマンスを上げることはできるのかっていうのを確かめてみたいと思います。では実験やってみましょう。実験。ここに4本のペットボトルがあります。1本は炭酸水がだいたい499ミリ入っています。あとの3本には水道水が249ミリ、399ミリ、449ミリ、だいたい入っています。それぞれに 1ml の 6% 次亜塩酸ナトリウム水溶液ピューラックスを入れていきます。そして水道水の入っているこちらの3本は後から炭酸水を 250ml、100ml、50ml 入れてトータル 500ml にしていきます。ではだいたい 499ml の炭酸水に 1ml のピューラックスを入れます。次は 249ml の水道水の中に入れてきます。だいたい 399ml の水道水にピューラックス 1ml 入れます。ラストだいたい 499ml の水道水の中に 1ml のピューラックスを入れます。では次は炭酸水を入れていきます。では炭酸水を 250ml 入れていきます。今度はこのボトルに炭酸水を 100ml 入れます。じゃ最後こちらに 50ml の炭酸水を入れます。これで全て 500ml になったので、ピューラックス 1ml を 500ml にしたので、これは500倍希釈ということになります。しばらくの間反応させるために時間を置きます。はい、解説します。実験で使った炭酸水と水道水について、先日 Amazon から荷物が届いて、その中に入ってたのはデジタル pH 測定器です。今までこういう pH 試験紙使ってたんですけど、ちょっとデジタルの方が面白そうだったんで誘惑に負けてポチってしまいました。で、届いてすぐに試しに水道水を測ってみたんですけど、 pH が 10.5、 かなりアルカリ性な感じになってたんですね。こりゃおかしいなってことで、付属品の試薬を使って3点構成っていうのを事前にやりました。測定した値に大きなズレがあると全く意味がなくなりますから、事前にこういう確認とか構成は必要ですよね。せっかく pH の分かっている試薬を使うので、以前使っていたこちらの pH 試験紙、こいつがどんなもんなのかっていうのも一応確認をしておきました。このようにちゃんとそれらしい色になってました。で、3点構成を済ませたデジタル pH 測定器がこれです。で、今から新潟県長岡市の水道水とドンキホーテで買ってきた炭酸水の pH を測っていきます。ここでおって思った方、株式会社プランビーさんの次亜塩素酸水の検証動画をご覧になってますね。奇遇なことに株式会社プランビーさんって、うちから車で15分ぐらい行ったところに会社があるんですよね。全然知らなかったんですけど。ということで pH の確認をどうぞ。
こちらに新潟県長岡市の水道水があります。そしてドンキホーテで1リットル70円弱で売ってた強炭酸水があります。これの pH を測っていきます。事前に3点構成を済ませてあるデジタル pH 測定器です。では新潟県長岡市の水道水からいきます。 7.7 ぐらい、まあ中性ですね。では続けて炭酸水いってみます。 4.5、4.6、 なかなか低いですね。さてそろそろいい時間なので実験の後半参りましょう。実験再開。先ほど作った水溶液の復習をします。それぞれピュラックス 1ml に対して炭酸水を 499ml、 水道水 249ml プラス炭酸水 250ml、 こちらは水道水 399ml プラス炭酸水 100ml、こちらは水道水 449ml プラス炭酸水 50ml で、それぞれ希釈して pH 調整をしたものです。これらをセリアで買ってきたプラスチックのカップに移していきます。そして今からデジタル pH 測定器で順番に測定してから、今まで何回も出てきたこれ、共立理化学研究所の次亜塩素酸試験紙で有効塩素濃度を調べていきます。この試験紙は先端に溶化カリウムという試薬がついていて、次亜塩素酸イオンの濃度に合わせて茶色く変色していくものです。それでは新しいおもちゃデジタル pH 測定器を使って順番に pH を測っていきます。まずはこちら 4.88、 次はこちら 5.3 ぐらいですね。そして3つ目 5.57、 そして最後 5.8 ぐらいですね。さていよいよ次亜塩素酸試験紙の出番です。順番にいきます。炭酸水の割合が一番多いものいきます。 100ppm ちょっとぐらいですね。2つ目いきます。3つ目いきます。ラスト、この炭酸水だけで作ったものが気持ち色が薄い感じがありますね。ちょっと意外な結果ですね。濃度は計算上同じになると思うんですけどね。最初入れるの少なかったかな。はい、後半解説します。面白い結果になりましたね。炭酸水はわずか 50ml でもちゃんと弱酸性にできるんですね。今回は 1ml のものを 500ml にかさ増しする500倍希釈をしたので、この 6% すなわち 60000ppm を500倍に薄めると濃度は500分の1になりますから、60000÷500 で120、計算上はどれも 120ppm になっているはずでした。一つ違うやつがいましたけど、まあまあ近い感じになったかなと思っています。あの実験結果を見ると、炭酸水を使う量を10分の1に減らすとコスパが良くなる上に pH もむしろいい感じになってましたね。実は炭酸水が少ないとまずいかな、弱酸性にしきれないんじゃないかなって思ってたんですけど、意外な結果になりましたね。ちなみに寺岡聖光さんの動画によると、用いるものは炭酸水ではないようなんですが、水と塩を混ぜて電気分解して作られた次亜塩素酸ナトリウム水溶液に炭酸ガスを混ぜて pH 調整をする場合、 pH が5を下回ることがない、だから危険な塩素ガスが出ないので安心ですよって言われてるんですよね。今んとここういう実験をしていて健康被害って特にありませんから、まあまあそうなんでしょうねって思ってはいるんですけど、本当に塩素ガスって出ないのかって検証したいと思っていて、塩素ガス検知管っていうのを買いたいとこなんですけど、これを使うためにはガス真空採取機、気体をガスを取るための道具っていうのもセットで必要みたいで、これはガス検知管と比べるとちょっと値段がするのでどうしようかなって悩んでます。ガスを50ミリ自動的に吸引する装置っていうのは仕事で使ってるものがあるんですけどね。
ということで今日は次亜塩酸ナトリウム製剤ピューラックスを水道水や炭酸水で違ったパターンで薄めてみてどうなるかっていう検証をしていきました。参考になれば幸いです。ではまた次の動画で会いましょう。